はい、皆さんこんにちは。元気ないですね。そうですね。もっと大きな拍手を、ね、今コロナの時代なんで大きい声出せないと思いますので拍手で、拍手していただける。もう一回いきます。もう一回いきますよ。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。大きな拍手、正義さんが大きな拍手ありがとうございます。はい、改めまして大井常任衆と言います。よろしくお願いします。我々が大井常任衆と言いまして、見ての通り、兄ちゃんです。兄ちゃんに見えるでしょ、兄ちゃんに見えるでしょ、我々はですね、大井の国で忍者活動をしております。先ほど紹介があったように、中学生、高校生が主体となった忍者集団で、そこにこんなおじさん忍者を混じってやってますので、この後カフェ等ありますので、ぜひ応援を託して応援していただけると我々も嬉しいのでよろしくお願いします。我々ね、大井常任衆が最初スタートした頃っていうのは小学生主体だったんですね。今日この後ね、ナムシャンさん出てくると思うけど、小学生ですよね。そんな頃から忍者をやってる子が今はもう中学生、高校生ということで、なかなか動けるようになったので、この後縁があるのでぜひ応援をお願いしたいと思います。さあ、それから今日はですね、粒の方で販売の方もやらさせていただいております。忍者のグッズ、いろいろ手裏剣とか、クライとか T シャツ、いろいろ販売しておりますので、もしよろしかったらね、ご購入いただいて我々を応援していただきたいと思います。もちろん、先ほどの奥さんたちと同じようにね、 SNS もやっておりますので、 Twitter、Facebook、Instagram の方もね、見ていただいて、終わり、終わりね、終わりな超忍者、森の忍者と言います。超忍者と言いますので、また見ていただいて応援を示していただけ、我々もこれからの励みになりますので、よろしくお願いします。さあ、この後ですね、演舞やるんですが、忍者といえば九字護身法というのがあります。知ってるよ。お、さすが忍者、さすが、九字護身法、忍両当社怪人別対戦、九字を結ぶんですけども、今日はですね、皆さんに、一緒に、九字をやっていただきたい。最初に手を出して、右手を出して、横へ行きます。銀、今日次縦ね、次横、当社会人別財前前が終わりましたら、ぐるーっと回して銀です。一回練習行きましょうか。右手出して、左上ですよ、行くよ。銀、今日当社会人別財前、はい、ぐるーんと回して2、 OK です、 OK ですね。少年たちがやりますので、一緒になってやっていただけると助かります。はい、それではね、おじさんのおしゃべりばっかりで集まらないと思いますので、ぜひこの後の演舞を、お楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。一般高校でやるやつなんだけど、またこれで出てきてるかも。
ボケついてるあれかな。ありがとうございます。